și jocurile olimpice tot. 自分としてはね、どの種目が一番好きなの？平均台。ああ、本当。逆に嫌いなのは？ありません。ない。ああ、本当。これからの目標を聞かせてください。どんな大会でも自分の力で精一杯出し切れる選手になりたい。当然オリンピックは目指す。はい、頑張ります。頑張る。具体的な、ね、選手の目指すこんな選手になりたいという名前を挙げると誰になりますか？ソビエトのナイムシナ選手。どうして？技にキレがあってキビキビと動くところが好きです。そういう選手になりたい。はい、はい、ありがとう。さて、池田さん、段違い平行棒現東京大会では跳馬3位でした。まあ、国際大会では池田さん初めての入賞ということになりましたけれども、森尾選手にもいい経験になりましたね、この大会はね。そうですね、自分のやりたいというね、種目は全部成功しましたからね、はい、そういう意味では非常に自信がね、ついた大会だと思いますね、はい、さあ高いバーに移行して車輪の連続、フィニッシュはここから月面宙返り降りです、はい、来ましたね。もう月面宙返りは成功しましたね。もう全く自信がつきましたね。あとこれで丸尾さんがもう少しね、今度は内容がね、充実して。ダミア・アガケです。東京大会の個人の総合優勝、ジュニアの女王になりましたこのアガケ。東京大会の段違い平行棒個人総合選手権の時には 9.30 でした。演技者はゼッケン2番ルーマニア。まあ、他の点に比べて池田さん、このアガケですね、段違い平行棒の得点がちょっと伸びませんでしたね、東京では。伸びないというか、あまり、得意ではなかったんですね。だから、はい、素質は持ってるんですね、段違い平行棒の素晴らしい、だから伸びないっていうことはないと思うんですね。そうですか、はい、ここのとこですよね、はい、車輪がちょっと肩が弱いと言いますかね、はい、車輪からのダブル宙返り降りです、はい、もう少し車輪にスピードが出てくると膝が緩んだりね、着地が今のようだけどもね、はい、段違い平行棒が好きでたまらないという少女です。チェコスロバキアのハナ・リチナです。まだ12歳、137cmです。まあ、段違い平行棒は得意ですね、この人はね。そうですね、もうとにかく他のはね、サボっても、はい、これだけはサボらない。そうですか、前方宙返りを見せました。間で前方宙返りをやるというのは ね、もう一回ひねりからの離れ技、2つ入りました。いい技です。両足支持から上バーへの移行です。さあ、この車輪は、はい、腕がピーンと伸びています。シュタルダーの車輪、はい、そして片足支持、これを2分の1ひねって終末技につなげました、はい、何回やってもこういう女かと、はい、いろんな種類が入ってます。段違い平行棒は上のバーだけでやってもいけない、はい、下だけでもいけない、いろいろ混ぜ合わさなくてはいけないということですね、ソビエトのレジナ・スタルドゥープです。段違い平行棒をご覧いただきましょう。まあ、この人もいい段違い平行棒ですね。そうですね、東京大会のこの種目の優勝です。総合では2位でした。先まで素晴らしいですね、ここのところが非常にね、彼女の持ち味、前方宙返り、はい、開脚の前方宙返りです。そして途中のこの車輪をですね、はい、ちょっとご覧ください。ここいいですね、後方宙返り降りです。いいですね、完璧でしたね、はい、はい、そのままですからね、はい、車輪から行くのとですね、車輪は鉄棒の中では車輪は何にもないんですよね、はい、男子では、それ女子では車輪は C になってますよね、はい、だけども今のは C の上のシタルダーから車輪に持っていったところが他の選手と違うところなんです、車輪からの宙返り降りは楽なんですけど、今のようにシタルダーっていう浮き腰からの宙返りの降り方というのは、ね、非常に難しいんですね。だからこういったところが今年新しく変わって形として、はい、一歩進んだ形の段違い平行棒が出てくると私は思います、はい、ソビエトのタチアナ・キムです。ソビエトのジュニアチャンピオンです。東京大会はこの段違い平行棒スタルドゥープに次いで2位でした。
キム選手もご覧のようにこうピーンと足が、ね、伸びていますね。そしてこの車輪です、ね、車輪から後方宙返り降りです。 1.75 でした。ルーマニアのエカテリーナ・サーボ選手です。まあ、サーボ選手も池田さん、あのヨーロッパジュニアではですね、種目別3種目取りましたが、この段違い平行棒を取れなかったんですね。あの段違い平行棒はやっぱり彼女の体の条件がですね、やっぱりあまり良くないですからね、はい、得意ではないですね、はい、やはりあのこういう体の小さい選手っていうのは大いに車輪をボンボンやる、飛び技をボンボンやる、宙返りをやる、そういう風に持っていかないと勝てないでしょうね、はい、ちょっとね、あの着地の位置も近いんですよね、はい、それからあの種目的に損をしてますよね、はい、あのバーに近いあの種目ですからね、もう少し離れたあの構成面をね、高さ空間面でもう少しこうフィニッシュは浮きが欲しい、そういった感じがしましたね、はい、これがねちょっと降りたところの位置がね、はい、あの上のバーに近いところを降りてるので、やはりこれは遠くに降りなくてはいけませんね、はい、エカテリーナ・サーボの段違い平行棒 9.70 でした。従いましてソビエトのスタルドゥープが 9.80、 タチアナ・キムとそれからハナ・リチネが 9.75 です。アメリカルーシー・ウェナーです。ウェナー選手もなかなかこの段違い平行棒車輪が得意な選手です。さあシュタルダー、そしてこれいかがですか。いいですね、この辺りはやはりアメリカはこの段違いにかけては伝統を持ってますね、両足肘から前方に振り出して2分の1ひねり寄り、はい、非常にキレのいいね、いい演技でしたよ、はい、はい、これは素晴らしい。アンダーソンコーチも、はい、なかなかいい演技だったよっていう、はい、そういった表情ですね、はい、途中からもう一回見てみます。ここのとこですね、これがもう少し倒立に上がっていくとよかったんですね、はい、も素晴らしいですね。一つずつの内容はあの1、2番の 9.8 出た選手たちと一つも変わりませんね、はいはい、この段違い平行棒優勝はソビエトのレジナ・スタロドゥープでした。東京大会に続いてこの大会種目別2回目の優勝、日本の森尾舞子です。4種目の中で池田さん、この森尾選手の平均台はいかがですか。森尾舞子ちゃんはこの平均台得意ですね。そうですね、はい、いわゆる日本の選手でもいち早くこのダブル宙返り寄りを取り入れましてね、はい、去年のシーズンも話題になりました。森尾さんのいいとこはですね、非常に集中力を生み出す力をね、はい、抜群に持ってるということですね。ああ、そうですね、はい、自分が集中してるときはですね、人が何言おうと全然聞かないですものね、全くそれに没頭してしまう、やはりすごいこれも技術ですね、はい、80年、81年、2年連続全日本女子ジュニアのチャンピオンです。東京明星学園中学の3年生です。なかなか落ち着いてますよ、はい、今電光掲示で時間の経過が表示されておりますが、1分15秒の演技でした。平均台の演技時間は1分10秒から1分30秒までです。今のフィニッシュはいかがでしたか。よかったですよ、はい、全くもうあのダブル中っていうんですか、はい、2回宙返りはもう安定しましたね、はい、もう少し欲を言うとこれがもう遠くへね、もっと引っ張っていってぐんと顔を起こして着地すればいいんですけど、はい、やっぱり着地した時マットを心配して見るんですね。そうすると今のより前にちょっと突っ込んでしまいます、しかしもう言うことないです ね、 そうですね、降り方としたら、はい、森尾舞子平均台の得点は 9.40 でした。西ドイツのアーニャ・ヴィルヘルムの平均台です。
ウィルヘルム選手は14歳で141センチ。まあ、池田さん、今回ですね、日本に来たこの西ドイツのゴーアコーチは、あの飛行機が遅れましてね、だいぶ、それで3日間ぐらいですか、練習してなかったんですけれども、なんかあのモスクワで止められたんですかね、なかなかつかなくて、飛行機の中でね、選手があのたくさんお食事を食べ過ぎて困ってしまったと話してましたがね、あ、やっぱり3日ね、あの練習ができないというのはもう選手にとってはね、1日休んでもね、自分にまずサボったなっていうのが分かるんですよ。はい、エリートスポーツっていうのは、で2日サボると周りの人に分かって、3日サボったらもう大勢の人にそのサボりの筋肉が分かってきますから、3日というのは非常に、あの厳しかった。でもよくね、あの取り戻しましたね。はい、東京の個人総合10位の選手です。今年の夏、西ドイツのバイエルンで行われましたユース杯のチャンピオン、西ドイツのアーニャ・ビルヘルム。もう底抜けに明るいお嬢さんですよ。そうですね、はい、かわいいですよね。さあ、平均台の演技時間まもなく1分10秒今経過しました。週末技、後転跳びの連続から、すごいですね、3回から2回ひねりですからね、はい、これはもう R が当然つきますしね、はい、決断性っていうんですか、理事項とも言うんですけどね、あ、今、はい、素晴らしかった、飛び込んでいきましたね、嬉しくて、できたできたといった表情でコーチのところに駆け寄っていきましたが、あの彼女はね、3回連続の後転跳び、はい、体操やっててよかったって、なぜって言ったらね、友達はね、教室の机だけでバカンスをしてるけど、私はね、世界を駆け巡ることができる、そうですね、体操やってよかったです、はい、あの本当にドイツの明るい子供らしいね、そうですね、はい、返事をしてました。中国の許陽梅選手です。13歳です。広西自治区の琉球中学の1年生です。今年の国内ジュニアで総合2位、この床運動も2位に入っています。使います曲は中国で最近よく聞くんだそうですが、ポピュラーソングで楽しい馬車だそうです。2回宙返りです。少し後ろの方に崩れました。シリーズのタンブリング、許陽梅選手の床運動、まあ、池田さん、今回ですね、はい、向こうに今ちょっと見えますこの弾力やり方ね、そういったのはちょっとなんかあの私なんかには納得いかないようなやり方をするんですね。ですか、だからあのコーチの人に聞きますとね、なんとマグドルナ・ベンコビッツです。曲はモダンジャズのチックコリアのピアノ、それからドラムをホイチアしましたファンタジードリームです。3回ひねりですね。東京大会では失敗したんですけどね、はい、今回うまくいきましたね。もうほとんどの選手が3回ひねりに挑戦してますね、
ちょっと体勢が崩れました。シリーズでひねり。2回ひねり、はい、なかなかこういう風に2回ひねり入ってくる、ここは惜しかったですね。ちょっとこう手のね、はい、締めっていうか回転の方向へ持ってくる顔と手がね、ちょっとなんていうんですか、間がありましたね、はい、エカテリーナ・サーボ2人のインタビューをどうぞ。これからどんな選手になりたいですか？目標を聞かせてください。Моя основная задача попасть в сборную команду СССР на Олимпийские игры 84 года。目標とする選手、名前を挙げて言いますと誰になりますか？Людмила Турищева。 Eu mă pregătesc pentru jocuri, pentru campionatele europene de junior și poate să sperăm că...Eu mă pregătesc pentru jocuri, pentru campionatele europene de junior și poate să sperăm că și în 84 pentru Olimpiada din 80 de la Los Angeles. どんな選手を目指しますか？名前を挙げて話してください。Păi, aș vrea să o depășesc pe Nadia și pe cele care au fost cele mai bune țara noastră.チェコスロバキアのダナー・ガジオバ選手です。それから平均台の種目別の演技に入ります。池田さん、この選手のこの平均台の特徴はどんなところにありますか？今度ヨーロッパの方で新しくね、技に挑戦してきたという新人宙返り、体が伸びた宙返りの連続、このところに注目してほしいですね、はい、さあここからでしょう。ここのところです、はい、連続ですね。素晴らしかった今のは、はい、今まではね後転跳びという連続だったんですがね、そして後に宙返りだったんですが、これは逆になりましてね、宙返りの連続ですよね。足の強さ、それから体の柔らかさ、そしてバネ、はい、こういった総合力ですね。総合力がないとやはり平均台はダメですね、はい、意外と体の硬い人は平均台はちょっとね弱くて失敗しがちなんですね。調整能力が幅がありませんからね、ポロッと落ちてしまうんです。だからよくこのバネを生かしてますね。東京の個人総合では4位でした。ガジオバ1メートル20センチの台上、身長は135センチです。後方抱え込み2回宙返り寄りです。はい、今日のガジオバの平均台は見事でしたね、非常に安定してましたね。慎重に慎重に自分に言い聞かせるようにね、はい、ゆっくりとやりましたね、さあこれは途中のその部分ですね、後転跳び、これをシリーズと言います。はい、もう一つ宙返りですね。2回連続の後方宙返り、びくともしません、見事だったですね。ソビエトのタチアナ・キムです。1969年6月生まれ、12歳のソビエトのタチアナ・キムです。うわ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。いいですね。平均台を全部いっぱい使ってですからね、はい、私はね、このタチアナ・キムというのはキム・ネリの後を継いでおそらくソビエトの大選手にのし上がってくるんではないかと思いますね、はいはい、この平均台では1回ひねりの後の着台を持っていますが、今回はちょっと左の足をご覧のように痛めていますので、その技を入れますかどうか、まあ、これがこの大会最後のチャンスになりました。ただ足先とかね、つま先が伸びて綺麗でなくて、綺麗というだけではなくて
その足先とかつま先の伸びた中に訴えるものを持ってますでしょう、非常に私は美しい表現してますというね、はい、ダブル宙返り料理です、ね、これはやっぱり相当いい得点が出るんではないでしょうか。そうですね、はい、5800人満員の観客から大きな拍手が送られました。タチアナ・キムの平均台の演技、さあ今のこれは後転跳びの連続の部分でしょうかね。大きいですね。そして最後にあフィニッシュですね、はい、はい、まあ、しかし今回日本で3回の演技でついに平均台のね、今回幻の技になってしまいましたが、このキム選手のその1回ひねりの着台は見られませんでしたね、はい、後方宙返りをいたしましてね、1回ひねって持つんです。で今どのくらいの確率かといいますと、10本のうちの6本だということを言ってました、はい、それではちょっと試合には使えないんだということをコーチの人が言ってましたですね。これがやはり10本やって10本でなくてはいけないと、そういう考え方のようですね。でもなんか一発にはかけたくなるんですけどね、はい、タチアナ・キムは 9.80 高い得点です。出ましたね、ルーマニアのエカテリーナ・サーボです。あ、開脚の今腕指示が入るところでしたが、時間が短かったですね。そうですね、男子のリングで上水平という、はい、言葉で使ってますが、今それをやるつもりだったんですがね、あれもうちょっと止まらないとあれは C 難度には入れられないんですね。後転跳びから後方宙返り2回連続しました。チェコのガジオバ、そしてこのルーマニアのサーボ、もうすでに平均台の上で後方宙返りを2回連続しています。後転跳び4回連続で す, すごいですね。やはりこの後転跳び4回というのは世界でサーボー選手だけじゃないでしょうか。まだ、はい、まるで床の上のようなサーボのこの平均台ですね、はい、あ、ここも難しいですよ、はい、側中後方中ですからね、速攻中返りは一つでも最高級難度の C ですもんね、はいはい、そして折り技ダブル中返りより、これは素晴らしい、はい、東京大会よりもはるかに内容的には良かったですね、はい、サーボ14歳とは思えない充実した内容の平均台でした。嬉しそうですね、やったっていう感じでしょ、これは 9.9 ぐらい出してやっていいんじゃないかな本当に素晴らしかった、はい、今のこれは途中の技になりますか、はい、2回ですね、今日は膝もよく伸びてますね。見事な連続です。エカテリーナサーボは平均台 9.80 です。ラビニア・アガケの平均台です。個人総合とそれから跳馬ゆか、この平均台東京の種目別でも取っています。前方宙返り、今1分経ちました。
危ないところでしたけれども、ここから終末技、後方2回宙返り降りです。時間は1分26秒です。大きな声をサーボがかけて着地に応援しましたね、はい、よく協力して2人でね、がっちりとスクラム組んでるですよ、はい、なかなか内容的には良かったですよ、この最後の折り技、はい、高さもありました、ちょっと流れましたね、着台の時にかなり台を残して、宙返りに入りましたでしょ、はい、あれがルーマニアの特徴なんですね、ギリギリでやらない、ある程度残して、そして後ろへ引いていく、これがルーマニア の, 2回宙返りのやり方なんですね。非常に今の良かったと思いますよ、81年キムです。 9.80 ルーマニアのエカテリーナ・サーボがやはり 9.80 でキムと同点優勝になりました。その後3位にはルーマニアのラビニア・アガケ 9.70、 4位がチェコのハナ・リチナ、チェコのダナ・ガジオバが 9.60 でその後に続いています。今に使います曲はマイ・フェア・レディです。抱え込みのダブル宙返りが最初のタンブリングに入りました。2回宙返り、両手をついてしまいました。まあ、西田選手はチェコの伝統のですね、こう優雅な選手の一人ですね。そうですね、最後に後方2回宙返りを入れるというのはよほどのスタミナがないと入りませんからね、やはり強さを見せましたね、それから非常にマイ・フェア・レディという、ね、曲を使って優雅にやりましたね、はい、やはりオーケストラになりましてね、かなり選手は気分よくやれるようにはなりましたね、ちょっと最後抱え込みが甘かったですね、そうですか、バラバラでしたね足が、はい、かなり説教をもらってますね、なでくクリスコーチが、はい、残念だったんですよ、今の2回ちょっとねサンブリングが崩れました。身長が135センチ、東京大会では 9.60 をマークしています。ガジオバ選手はね、なかなか、はい、特徴はこの床の中にね3回も2回宙返りが入っている、ここを注目していただきたいですね、はい、脚力、はい、バネがあります。これは最初からシリーズですね、前方宙返りからのダブル宙返りですね、はい、ここでまた2本目が入る、これは真のダブル宙返りです、真ですね、見てますとね、もう少し上半身に優雅さっていうのがね出てくると鬼に金棒ですけどね、はい、はい、3回目のダブル宙返りですね、という顔してやってますでしょ、はい、これが2本目の屈伸抱え込みですね、はい、なかなかね3回今世界の男子でも
3回は入れてる人はいないと思いますよ。ああそうですね、はい、花リチナ、そしてダナ・ガジオバ、チェコの2人の選手がゆか運動終わりました。ソビエトのレギナ・スタルドゥープ、さあこれからゆか運動です。ゆかの曲、リムスキー・コルサコフのクマンバチの飛行です。ダブル宙返り、あっとここはラインタッチはなかったようです。大丈夫です。最後成功しましたね。クマンバチの飛行っていうのを使った曲なんですよね、はい、偶然ここで同じようにね、発表したっていうのは素晴らしいですね。フィニッシュのダブル宙返りのエカテリーナ・サーボのこれからゆか運動が始まります。ヨーロッパジュニアチャンピオンです。東京大会は個人総合3位です。曲はガールズガールズガールズ。サーボ選手は14歳、身長は135センチです。抱え込みの2回宙返り、これはちょっと大きく崩れました。